第12次長期滞在は国際宇宙ステーションへの12回目の長期滞在ミッションである。カザフスタンからロシアの宇宙船ソユーズトママイナス7で打ち上げられ2006年4月8日にブラジル発の宇宙飛行士であるマルコス・ポンテスと共にカザフスタンに帰還した。アメリカ人実業家のグレゴリー・オルセンは3人目の宇宙旅行者として ソユーズトママイナス7で ISS を訪れ、第11次長期滞在の乗組員と共に2005年10月11日にソユーズトママイナス6で帰還した。ISS の組み立ての準備、維持と微小重力化での科学実験。第12次長期滞在の帰還中には、ISS の外で2度の宇宙遊泳が行われた。どちらもマッカーサーとトカレフにより行われた。 宇宙遊泳一最初の宇宙遊泳は2005年11月7日に5時間22分間行われた。P1 トラスへの新しいカメラの取り付けと ISS の電位を測定し周囲のプラズマと比較する予定だったが失敗に終わった不動電位プローブの投機という二つの主な目的があり、両方とも達成された。 宇宙遊泳に2度目の宇宙遊泳は2006年2月3日に5時間43分間行われた。世界中の学校に放送するための無線装置を備えたロシア製の古い宇宙服衛星が登記された。この宇宙服は2004年に稼働を終えていた。バイオリスク実験装置の機能回復、小水星センサーの撮影、携帯運搬装置のアンビリカルケーブルへの捕獲等も、 行われた。宇宙から見た2006年3月29日の日食2006年3月29日に回帰日食が起こり、第12次長期滞在の乗組員によって宇宙からの写真が撮影された。月の影が地球を覆っている様子がはっきりと映っている。スペースシャトルのミッションでは伝統的に気象の音楽が使われてきたが、ISS の乗組員は 目覚まし時計の音で起きるのは通例だった。しかし2005年11月3日には、ポール・マッカートニーが、カリフォルニア州アナハイムのホンダセンターで、グッド・デイ・サンシャインとイングリッシュ・ティーを歌う様子が、中継され、貴重な音楽として用いられた。このイベントは、NASATV で放送された。ありがとうございます。